自動車のエアコンフィルタ自動車のエアクリーナーエレメント、粉末消結フィルターエアフィルタとは、空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、正常空気にする目的で使用するものである。主に50マイクロメートル以上の粒子をターゲットとしたフィルター。一般空調用ではプレフィルターとしてよく用いられる。効率表示は重量法で表現される。 主に25マイクロメートル以上の粒子をターゲットとしたフィルタ。効率表示は非処下法で表現される。一般に病院や食品、医療分野のクリーンルームへ供給されるクリーンエアーのファイナルフィルタとして用いられる。対象粒子計は0.3マイクロメートル以上をターゲットとしており、99.99% 99、99.97%、95%の およそ3種類がある。また、原子力発電所の空調でも使用されており、主な目的は、放射性各種の付着したゴミの除去である。放射性各種自体は、チャコールフィルターで除去されるため、空気清浄機で、ヘパフィルターを内蔵したものでも放射線除去効果などは、ないが、放射性各種の付着したゴミを除去する効果は、期待できる。効率表示は、係数法で表現される。 主にインダストリークリーンルームへ供給されるファイナルフィルタとして用いられる。現在はスミフ方式のクリーンルームが一般的であるため半導体の生産装置に付属されるケースが多く見受けられる。効率表示はおよそ係数法で表現される。美術館や博物館のコロージョンコントロールやインダストリークリーンルームにおいてはシリコンウェハーや液晶フィルムに対しての汚染制御に 用いられる。活性アルミナにガス除去成分を溶着したものが一般的であるが、現在は純水をエアワッシャ方式の空調機内で噴霧し、その名のごとくエアを洗う方法で供給空気中のガス成分を除去するケースも多いが、水溶性のガスしか除去できない。圧力損失、効率などが性能指標として使われる。ありがとうございます。